こんにちは。こんばんは。8月18日木曜日、時刻は17時を回りました。ウェザーニュースライブイブニング、この時間は時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。皆様こんにちはこの時間帯ちょっと難しいですよねこんばんはかこんにちはかどちらか、まあ、微妙なところではあるんですけれども、今日はですね、新スタジオからお送りしております。もう皆さんこれまでの番組でですね、新スタジオになったんだと知っている方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、私は今日初めて新スタジオで放送をお送りするということで少しドキドキしておりますこの後ろにもひまわりがありまして、可愛いですよね。スタジオのいろんなところにひまわりがあるんですよ。夏らしくって、あとはすごく広いので、私もわあ、こんなにたくさん歩き回れるんだってテンションが上がっております。このカメラも初めてなんですけれどもこんにちはドキドキしておりますあ、頑張ってありがとうございます。まずはヘッドラインニュース、今日のニュースお伝えしていきます。続いて最新気象解説予報センターの宇野澤さんと一緒に見ていきましょう。続いてウェザーニュースアップデート、明日のお天気を詳しく見ていきます。最後に明日へのすすめ、ウェザーニュース入門道場ということで、明日役立ちそうなウェザーニュースアプリの機能をご紹介していきます。腕まっすぐですこんなにまっすぐなことなかなかないですよねということで、ラインナップをご紹介していきました。いいストレッチになりましたではここからは早速ヘッドラインニュースをお伝えしていきます。まず一つ目のニュースは気温についてです。天気回復の猛暑日地点はゼロ。続いて関西はゲリラ雷雨に注意ということでお伝えしていきます。こんばんは。ウェザーニュースライブイブニング、この時間も引き続き時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。後ろの色が変わりましたかねバレましたってスタッフさんがバレましたあ、これはイブニングの色なんですね。あ、先ほどまでの色がアフタヌーンの色だったみたいで、通常はイブニングこの色で始まるそうです。夕日みたいな色ですね。あ、前のスタジオの時もこの色、あ、こちらの方がより分かりやすくなりましたね。本当に夕焼け色でオレンジ色と黄色のグラデーションが綺麗です。いいですね。時間に合わせて空と一緒に変化してくれるということで、いい色やんですね。あと BGM も変わりましたよね、前のスタジオの時と。先ほどかかっていたものもなんだかすごく陽気で楽しそうでしたよね。デレレレレレレンみたいな踊りたくなる BGM でしたね。あ、そういえば皆さんが好きなてっ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 てはなくなったんですかね。モキ音楽一旦なくなったということで、皆さん泣かないでください もしかしたらね、また新しい出会いがあるかもしれないので期待したいと思いますということで、せっかくスタッフさんが撮ってくださったので何回も使います